こにしますね。そして2019-2020と連覇をしてまいりました。3連覇がかかっています。ぜひファンの皆様に意気込みを聞かせてください。はい、明日も一生懸命頑張ります。たくさん応援よろしくお願いします。まずは永井選手、今日も見事な1着でした。ここまでの4日間振り返っていかがですか？そうですね、初日出遅れて包まれて、展開悪くて抜いていく足があって、1着で厳しいかなと思ったんですけど、諦めないです。あといいスタートが連日切れてるので、昨日は4着、そして今日は見事な1着でしたが、昨日から何か変わったところっていうのはあるんでしょうか？タイヤ変えただけでほとんど、
まあ、3日間同じ感じの状態で出ます、ね。はい、2号車を選択されました横の並びを見ながらどのように戦っていきましょうか。まあ、皆さんスタート早いので、まあ、しょうがないですけど、自分も切ってるしかないので、はい、もう目いっぱい限界まで攻めていいスタートを切りたいと思います。それでは明日への意気込み、そしてファンの皆様へのメッセージお願いします。そうですね、王座決定戦に残れることができました、まあ、優勝争いできるように、まあ、優勝できるようにレースしたいと思うので、ぜひ王座決定戦楽しみにしててください。ありがとうございました。鈴木選手、初日から1着1着とリズムよく来て、昨日は落車もありました。今日一掃して感想を聞かせてください。はい、昨日はスタートから遅れて、エンジンもそんなにいい状態で落車してしまったんですけど、まあ、なんとか立て直すことができたので良かったと思います。落車明けの一掃ということで影響のほどはいかがでしょうか。全くないです。なるほど、拍手を送りました。さあ、明日に向けての、意気込み、そしてファンの皆様へのメッセージも聞かせてください。はい、今年一番のレースが見せれるように頑張りますので応援よろしくお願いします。黒川選手、今年3度目の SG 輸出ということになりますね。はい、ここまでの戦いぶり、ご自分で振り返っていかがですか。はい、ちょっと 初出場ながらちょっとできすぎているぐらいいいと思います。なるほど、明日いよいよこの8名に残って今年最後の一戦ということになりますが、気持ちのほどいかがでしょうか。はい、今年一番強く気持ちを入れて明日を走りたいと思います。なるほど、承知しました。それではですね、ファンの皆様へのメッセージをぜひお願いいたします。はい、明日はトップスタートを切ります。応援よろしくお願いします。最後の8人に残りました。今のお気持ちいかがですか。はい、まあ、残れたのは良かったんですけど、もう一度クリオッキーしてみて明日戦いたいと思います。今節3着、4着、2着、そして今日4着でした。内容を振り返っていかがですか。まあ、着は中間着拾えてるんですけれども、なかなかベンチが思い出にいってません。5号車を選択されました。この位置からどう戦っていきますか。まあ、枠はどこでも自分がスタートできればいいだけなんで、分かることです。それでは明日への意気込みとファンの皆様へメッセージをお願いします。はい、明日も一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。有吉選手、5着、2着、5着ときて、今節4日間の戦いぶり振り返っていかがでしょうか。はい、そうですね、初日は先行順位で外枠だなどは分かってたんですけど、2日目から手順が良くてインコースを引けたので、それがいい結果にしたなというふうに思います。今年は SG 輸出が2度ありました。これで3度目ということになります。そして G1 レースをここで勝ちましたね。今年は、はい、振り返って1年間いかがでしたか。そうですね、昨年は、この年末のベスト16を目標に頑張って達成できたんですけど、今年はもう一つ目のベスト8を目標に頑張ってきたんですけど、それもなんとか達成できて、いい一年だったと思います。明日は緑色の勝負服でのレースということになります。ぜひ明日への意気込みとファンの皆様へメッセージをお願いします。はい、枠は遠いんですけど、チャンスがある限り頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。最後の8人に残ることができました。おめでとうございます。ありがとうございます。今節は通算1100勝も飾りましたね。そうですね、先週もここだったんで、なんか区切りがいいという感じで。今節は前回からは続いているということなんですが、今節4日間の戦いぶり振り返っていかがでしょうか。昨日は良かったんですけど、それ以外は全部タイヤに負担が来て、なんか自分の走りができないです。何か解決方法は頭に浮かんでますか。この4日間では何も見つかってないので、やってないことをやっていこうと思います。さあ、明日のレースどう戦っていきますか。車仕上げないと勝負というか権利もないと思います。じゃあここからがまだ戦いですね。そうですね、時間あるんで大丈夫かにやってみます。それでは明日への意気込みとファンの皆様へメッセージをお願いします。車仕上げて優勝戦を盛り上げたいと思います。よろしくお願いします。
勝負服になりました、はい、このインクの勝負服になりましたけれども今感想を聞かせてください。そうですね、補欠から引っかかってなんとかギリギリ残ることになりました。何か今節は月もあるような気がしませんか。そうですね、はい、いい流れできていると思います。ただそこにやっぱり実力も伴っていると思うんですけれども今節4日間そして明日のレースへに向けてマシンの状態などいかがですか。ちょっといろいろまだ気になるところがあるので、まあ、試してみているところですね。何かこう良くなりそうな気配というのはありますか。そうですね、いい状態ではあると思うんですけどももう少しだけちょっと欲しい感じがあるのでちょっといろいろ試してみようかなと思います。わかりました。それでは明日への意気込みとファンの皆様へメッセージを最後にお願いします。はい、この位置からトップスタート決まったら最高にかっこいいと思うので明日僕のトップスタート信じれる方みんな僕から買ってください。レッドメイ